挑戦するのは小林を大好きなマトのミオ。マトの好きな小林のこと。はい、好きです。どういうとこが。お顔が大好きで、パフォーマンス している時の顔の目がすごい好きです。あ、キリッとこう、はい、かっこいい感じの、はい、できる。その下の名前で呼ぶとか。そうね、ゆいさんからまず始まって、頑張ります。ゆいさん呼び、一戦のゲーム、よろけながらのハグ。この武器でマトノは小林を攻略できるのか。準備整ったようですよ。はいはい、いけるかな。頑張れ。話しかけづらいな。怒ってる。オッケー。疲れ。おいで。おいでって優しい。優しいですね。ゆいさん、あの、おいで。散歩きます。はい。あのままで卑弥呼様って言ってもよかったけど、ね。慶太郎さんの、ゆいさんって呼んでもいいですか。うん、呼んで。ゆいさんの好きな、うん、震えてる。好きなチョコレートの種類。好きなチョコレートの種類。はい。どうなっちゃう。好きなチョコレートの種類です。一問目。いきなり指すま。一斉の二。上がりじゃん、もう上がり上がりじゃん、上がりやる。はい、はい、あー、一斉の3。おう、すごい。おう、一斉の1。あー、一斉の1。強い。ストレートで勝つなよ。ただただ強いやつ。ストレートで勝ったらすぐ終わっちゃうぞ。ちょっとゆいさん可愛すぎるので、ちょっと撤退しますって言ってヨロヨロ。ちょっとゆいさんが可愛すぎるので撤退します。おヨロヨロってね。それはどっちでやってるの。小林の方にね。小林の方に。やばい、怖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 い、やばい、取り付かれてる。なんかに取り付かれてるじゃん。襲っちゃってるじゃん。うわうわ、幸せだろうな。ね、やってみてどうだった。すごいです、すごいです。抱き心地が良かったです。急にあんまこっち見なくなったけど。あの、幸せでした、すごく。いや、よかったよね。でもよかったじゃん。ほら、ゆいさんで呼んでいいですかっつって、いいよって言ってくれたから、今後もゆいさんでさ。はい、ゆいさんです。ゆいさんです。はい。あなたはゆいさんです。これは成功でよろしいんでしょうかね。うん、そうですね、やっぱスキンシップがやっぱり一番大事だと思うので、うん、最後にハグをしてもらって締めます。せーの。オフ。リアル、初めてリアルに言うんだ。じゃあハグなしでいい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。今回特別に3期生1人、上村さんの膝の上に乗ってもらおうと思うんですけど、嬉しい。誰か乗りたい方いますか。ご指名を。向井とか。あ、向井、向井何。天様と上村さんがお指名で、もともと天様と上村さんが。あ、そうなんだ。ということで、続いて井上の授業ですが、まずは塾長権限で向井を上村のお膝の上へ。こちは世界で一番いい座り心地の。世界で一番いい座り心地。いい座り心地です。上村も全然大丈夫これ。はい。なんて可愛いんですか。あら、ほら、よかったよかった。小島。はい。うん。なんでそんなにナチュラルボーンキュートなんですか。これもう。レナーごっこみたいなのしてたりとかしてて、ね、そう、ずっと可愛いなって思ってて。入る。え、何ですか。入る。レナー、でもね、それに責任がいて、山下しずきが、意外なの。あ、そうなの。いや、あの、多分守屋さんをすごい崇拝というか、まあ、推し面で、でもこの子も本当に生まれつきあざとくて、もう私たちの中では本当にモノマネするぐらいしずきが、ゲロレナーごっこ、レナーからちょっと導いてあげて。レナ
今日もすっごい可愛いね。一人で滑らされるみたいな。めっちゃ恥ずかしいです。いつも何人かいるからね。いつも恥ずかしかった。恥ずかしかったね。挑戦するのはかりんちゃんに思いを寄せている小田くら。はい、好きなんだ。大好きです。あら、どんなとこが。全部好きなんですけど、なんか笑うときに、なんかずっと恥ずかしそうに笑うところが好きです。れいなちゃんはちょっと手相はちょっとわからないんですけど、藤吉さんの手相を見てみたいってことで、あの推しメンの手を触りたいという不純な動機で。そういうことか。手相を見たいそうなので。わかんないんだよね。わかんないです。あ、でも変顔も。そうだね、だから変顔しながら見てみないんでしょ。変顔いける。頑張ります。いけないでしょ。変顔いけない。この手相はで一回下向いて。この手相はこれでいける。小田くらさん絶対笑う。あの、私特技があって、手相が見れるんですけど、見てもいいですか。うん。いや、すごい。絶対嫌な間があってね。見られる感じ。嫌だけど、うんで。はい。怖っ。どうした。どうした、小田くらさん。触ってる。触れた。あ、すごい。生命線が長いです。あ、長く生きれるってこと。もう一回いいですか。もう一回いいですか。また頑張れ。この手相は新幹線。どう反応したいか分かんない。あ、この手相はあの、うん、新幹線です。え、新幹線。変顔じゃないで。変顔ちゃってるのよ。ありがとう。小田くらさん頑張ってるよ。中島ちゃんはちょっとあの羽生さんの香りを嗅ぎたいとのことで。急におじさんみたいな。香り嗅ぎたい。はい、前サクサクの写真撮影をした時に、ああみんなで撮ったやつ。はい、なんか香る方がいるなと思って近づいたら羽生さんでした。え、あの時そんなことしてたの。ふわっていい匂いって思いました。ふわって。ここで村井。はい。羽生の女になりたいのですが、条件等はありますか。え、でも可愛いんで私が女にしたいなと思ってました。うわやばいです。惚れちゃいました。え、うわ、あの人も小沢さんと一緒ってこと。ほぼセカハブです。セカハブ。もう嬉しすぎて惚れちゃいました。ねえ。あ、向井も苦しい心がって思いながら。統治法ですね。すごいですね。まさかの統治法炸裂。森田には菅井投票してますね。横にと。とにかくタイプです。背中が守りたくなり、いつも後ろから抱きしめたくなるのを我慢しているが、登山の時寒そうにしてたからどさくさに紛れて抱きしめていた。これはやっと犯行に及びましたね。そうです。急にガチの話になったんですよ。ガチの話に。で、本当に可愛いなって思ってて、あのいつもセンターに立ってるので、はい、後ろから見る機会も多くて、もう抱きしめたいって思うんですけど、ちょっと引かれたら嫌だなって思ってあんまりしてなくて。で、登山の時にはどさくさに紛れて犯行に及んだわけですね。大丈夫、大丈夫だねとか言いながら。そうです。あ、可愛いって。たまんなかったもん、その時。あの、もうたまんないな。うわーって。あー、ほんとついにって思いながら。ついにやばいですね。多分これから引かれますよ。すごい。森谷レナ、森谷レナのもちゃんとありますから。はい、竹本が投票しますね。はい、お、笑顔が可愛くてニコッとされるたびに、実は心の中で毎回キュンとしています。正直若干緊張して目を見て話せない。レナにだけ接し方が違う自分がいる。こっちもちょっと危ないですよ。こっちもちょっと危ないですよ。ちょっとリアルになんか、ちょっとなんか自分、レナちゃんには緊張して話しに行けないなって思ってる自分がいます。正直レナは気づいてた、それ。え、全くそんな素振り知らなかったです。見てあげて、目。何じゃん、なんだよこれ。せーの、青。世界で一番いい座り心
こっちの顔もすっごい可愛いね。怖っ。どうした、どうした、おめでとうございます。ふぅーって、いいじゃないですか。もう嬉しすぎて惚れちゃいましたね。